ぐわー、やったか。いや、浅い。バカな。このヨガー。あれ？ちょっとじゃん。ちょっとしか聞いてねえじゃん。叫んで損した。ふう、ともかく貴様の実力もこの程度ということはよくわかった。そして貴様一人にすら手を焼く世の下辺たちは貴様に輪をかけて軟弱だということもなる。不甲斐ない味方を持つと不幸なことはなかろう。ましてや人間界を支配するという壮大な理想の前ではな。そうだな。人間界を支配しようと目論みしてあまりにまとまりがないというかアホというか、家族をほったらかしのダメ親父。飽きたから帰った反抗期娘。いい歳して駄菓子屋に夢中なばあさん。王座、目論みヒゲ男爵。そしてドイツもこいつも遊び半分の配下の魔物たち。むしろこれだけの連中をなんとかまとめ上げられるあんたの手腕は大したものだと思うよ。知った風な口を聞くな。これはなんだっけ。自虐同情拒否か。世が魔王たりえるのは一人彼奴らの働きがあってこそなのだ。しもべたちを侮辱することはたとえ彼奴らが許しても魔王である世が許さんぞ。ええー。また出すか、ここで。多段階変形、ナンバー30。みんな、変身するみたいだよ。何回変身するんでしょうね。めんどくさい。せっかくラスボス戦だからさ、強力な回復アイテムとか技とか使い切りたいのにさ、こう何回も変身されると困るんだよね、真面目に。どこで使い切っていいかタイミング定めづらくてさ、わかります。だよね。F12 遅っか。押したいよ。でも僕らにはそんな権限ないじゃん。だから戦おうよ。第何形態まであるのかわかんないけどさ。行くぞ。恒例の第2ラウンドだ。ないとおかしい第2ラウンドだぞ。決めつけてね。はい、今度こそ出すわね、きっとね。勇者遠藤豆三郎。たった一人の人間がようここまで追い詰めようとはな。だがそれもここまでだ。この姿を前にして命を失わずに済んだものはこれまで誰一人として存在せんのだからな。さあ始めようか。貴様を喰らい再びこの世界に暗雲をもたらさん。ああ、回復はしてたか。まあ、いたって普通に行くよ。何の変哲もなく普通に行くよ。って言ってなんかそこそこ強いね、こいつ。戦意大きく低下した。いきなり？あれ、回復したの？してねえか、よかんだから。あ、回避した。もう戦術的にも決まってるようなもんだけど。回避した。なにこれ。あー、また変身した。もうやだ、このゲーム。ほら、そこ。F12 に手を伸ばさない。伸ばしてないよ。ごめんなさい。どうかしてた。ぐはははこれで最後だ。これで最後だぞ、貴様ら。これが最終形態だ。これが最終形態だから強力な回復アイテムとか技とか出し惜しみなくしていいぞ。はいはい。うるせえな、もう。なんなんだよ。むちゃくちゃにも報道があるわ。は？お前何がしたいの？なんかさ、ラスボスの気合が入んないんだけど。芸人噴射とかどんだけ小学生なんだよ。SP回復させたいな、味じゃん。どうなんだろう。お前それないだろ。なんだよ。
なんだよ。そんなのありかよ。もういいや、ここで出し惜しみなく使いますよ。SP も回復するか、長時時代に使って、あ、思うたけどここら辺も使えばよかったな。今使うか。あー、てか使うタイミング間違えてる完全に。とりあえず、点集中でいいか。7時台に SP は使おう。で、ATK プラス10どうしよう。メンプラス25はもう7時台に使わせとく。ついにここで、あ、間違えた。ついにここで使うとは思わなかったな。さて、で、体力回復、SP も回復するか。SP 回復のアイテムあんまないな。注意とか半端すぎて困る、逆に。5も十分半端だけどね。よし、じゃあこれでいくか。で、またこっからかよ。あ、こっからやんの、また。まあいいや、もういいや。二段階変形とかめんどくさいな。むしろ先手が狙うべきか否かだな。もういいや、とりあえず普通に行こう。大して期待はできないけど。あー、てかオールコットの攻撃回避されたらお話にならないな。せっかく ATK 上げたんで。とりあえず第2形態までちょっと温存。あ、来たね。さあ最終形態ですね。あれ、最終形態だっけ。とりあえず威力、まあいいや、本番点も使いますか。130。もうおふざけの大半にしてほしいけどね。なんか防御してもなんか帰って意味ない気がしそうな気がしなくもないんだけど。先定価、先定価であんま変わんない気もするけど。あれ、不発で終わった。お豆さんやりますね。じゃあ先定価が戻らないうちに痛めつけますか。全然ダメだな、全然倒せない。レベル10で、ま、全部マックスいっても、これ、こんなに辛いと思わなかったな。念のために防御。で、不発、OK。繊維が戻ったお話にならないけどね。あー、戻した。くそ。難しいな。
見てやんだったらこっちの方がまだまだしかも22、50。さあ、いよいよあと2ターン。ダメだな、ジェジェ弱いな。ちょっとここで防御して、え、激怒。まあいいや、逆にそれでよかった。倒せた倒せた